ビジネスカジュアルにようこそ。今回はとうとう廃止となったムーンライトなカラ号について特集します。まずは2006年3月に撮影したムーンライトながらの車内をご覧ください。この電車は快速ムーンライトながら号大垣行きです。1号車から9号車9両編成です。前3両1号車から3号車指定席となります。終点大垣まで指定席です。4号車から9号車は自由席に変更となります。指定券お持ちでないお客様、4号車から9号車をご利用ください。この電車、アドから参ります。小田大垣夜行時代から、ムーンライトながらは、1980年代後半、1990年代、2000年代前半と、青春18キッパーには、人気のある列車でした。ところが、その人気が、かえってあだと出ました。ムーンライトながら、大垣夜行は、かつて指定席などはありませんでした。一般の人で、青春18切符を持っていた人には、大人気で行列ができたくらいでした。ムーンライトながらになって、指定席を設定された際も、ある程度は買いました。動画で見ていただいた通り、小田原からは自由席に変更される運用だったので、立ち席覚悟であれば誰でも乗れたのです。しかし、鉄道ファンや外国人の青春18切符利用集中で座席が取れない状況が続きました。かつて、ムーンライトながらは、実は鉄道ファンとは関係ない東京、大阪、関東、関西を往復する乗客もかなりいたのです。シーズンオフも人気だったのです。そうなのです。一般客の大半は高速バスに移ったのです。取れない列車に乗るよりはすぐ乗れる高速バスの方が甚だ便利なのです。このように青春18切符シーズンに集中することから、ムーンライトながらは定期列車から青春18切符のみの臨時列車に格下げになりました。ムーンライトながらが定期列車の時で、シーズンオフの時の乗客の状態を皆様ご存知でしょうか。これが驚くべき事実です。シーズンオフのムーンライトながら号はガラガラなのでした。臨時列車になって減便されたため、かえって鉄道ファン、青春18切符ファンの集中に拍車がかかりました。また車両は JR 東日本の185系に変わりました。373系に比べてアコモが劣化しました。臨時期間の中でも運転本数の日も徐々に減ってきました。そして、今年に廃止になったのです。時代とともに消えていった列車なのです。コロナ禍の最中での廃止です。残念です。あくまでも個人的な推測ですが、コロナ禍でのムーンライトながらの廃止の次は、青春18切符の廃止も近いかもしれません。コロナ禍で鉄道事業会社は軒並み赤字です。採算が合わない切符をいつまでも維持することは難しいと思います。